じゃねえか。たまく。なんだこれ。副団長さん。おさすがに連動が違う。に必要なのは秩序を維持するための力なのだから。肉を食って帰るぞ。肉、私は大好物です。ちょ、私も。私にもう友人はいない。お前ら、俺たちは鉄火団だ。私もねえ、土台のねえ俺。まあどうしよう。なんだ。三日月ってあの使えない。そうか。貴様に手の内を明かす必要はない。は？倒して剥いで奪う。ノブリスさん。だがそいつらに鉄火団が目をつけられた事実は変わらない。不具合があったらすぐに報告しろよ。ちょっとした見逃しが命取りになる。ならいいだろう。こいつでプシューとスプレーするだけ。ああ、もう一日早く着いてりゃ俺ら2番隊。はあ、おろしたてのバルバトスループスユーハーズの整備長がつけてくれた新しい名前だろうが。お元気でしたか。うん。クーデリアさん来てたの。ちょうどよかった。俺の最近匂うんだけど。誰？いい人なんですか。あえて言うなら偉い目で。要件は夜明けの地平線だ。彼は夜明けの地平線団の内情に詳しく。受けさせてもらいますよ。ほう。疑いながら。これは何？なんだありゃ、うん、変わった子だね。荒屋敷って手術、俺失敗したんだって。本当にごめんな。まさか火星で海賊相手に。君の予想通りにな。頼むぜミカ。うん。売られた喧嘩は買わねば。これはトウモロコシ以外も。私は事務所に戻りますが、社長のことお願いします。ええ。ギャラルホルンの航路を堂々と使えるのってなんかムズムズする。周波数を確認。合流予定のギャラルホルン艦艇と一致し。ギャラルホルンから仕事を頼まれるなんて。そっちは一隻だ。こっちは戦艦一隻。つまり俺らに命払って言ってんだよ。我々が鉄火団の指揮下に入る。船に戻り次第。あの男の話どう思いました。嘘は言っているのは団長も同じですね。悪いが。ミカ、ここにいたのか。夜明けの地平線団はテイワーズにとっても邪魔な存在だ。危険な橋だろうと向こう側が見えてんなら渡るしかねえ。そろそろホルンから提供された固有周波数と一致。夜明けの地平線団です。こいつはそういうからくりかよ。いっぱい食わされたか。俺は夜明けの地平線団団長サンドバル・ロイター。ギャラルホルンの弱兵を突き従え。気でも触れたか。今は生きがることを許そう。目障りな針ほど。三日月をさっさと出せ。完全に包囲される前に
正面を突破する。機動隊の出撃も急がせろよ。アリアンロッド艦隊総司令官ラスタルエリオン。難しいだろうな。いろいろと噂は届いて。テラ、火星に戻んのか。いや、そんな話を。今度取り行われるアーブラウ防衛軍発足式についての余計な圧力が生まれないよう慎重にお願いします。チャドさんかっこよかったな。兄ちゃんとずっと一緒にいられるし、私ここ大好きだよ。よっぜ。試練を送る便のタイミングが。三日月さん行くのかな。試練を送るだけだし待機じゃねえの。三日月も果物いる。いらない。皮むくの面倒だし。申し訳ありません。マクギリスの思惑をみすみす見逃す形になってし。こちらも脆弱な意欲様では退治するだけでも気遅れすることでしょう。英雄式。端的に言えばラスタル様によるエコひいきです。誇らしいってこと。あ、それだ。誇らしい。なんだ。爆発。隊員たちの収まりがつかないんです。それを何とかするのはあなたの役目でしょう。それは確かに予断を許さない状況ではありますけれど、現場を任せられるのはあなたしかいないんです。高木宇野、よろしくお願いします。ああ、聞いてるよお嬢さん。俺にできるのは殺したり、お前を守って死ぬことだけど。やめてくれ。なんかちょっと疲れてるのかもしれない。その時俺は待っていましたよ高木君。